回もうちょっとそっち私の大きさ考えて。行くわよ。あんた大きい。ビハンデリーが。ねえ、ダートにあるからあんた大きい。超大ちゃんチャンネル。ビハンビー。ねえ、言えても行かない。回ってるから。うざい。変わらないの。変な顔が似合うんだけどノーギャルでしょこれ。さあ、ということで2022年もあっという間でした。どんな年でした？どんな年でした？どんな年でした？よかったわね。ねえ、ザッノープラン、ノープランやめて。ちゃんとやる。私ちゃんと本を出してみたり、カレーに、そう、私本を出した、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 本を出した。その名もなんだっけ、無限の権利。自分の本の名前しっかりしろよ。ごきげんよう。今年はあれじゃない、2人のポップアップがあったりしてね。初伊勢丹でしょあんた、うん、大盛況。伊勢丹大盛況、うん、おめでとうございます。大盛況おめでとうございます。マリコはどんな1年でした？マリコはちょっと一応非公開なんだけど脂肪吸ってみたりして。脂肪覚えてる？あんたたちがさ来てくれたさエピソードの発表会で、マリコも来る予定だったっけ。でもエロちゃん本当ごめんって、肩が上がらない。なんで？どうしたどうした、大丈夫大丈夫なの、大丈夫。ちょっと吸ったらよくわかる。ごめんなさい、これインスタグラム上ではちょっとこれなんで、パパが見るからインスタはちょっとダメなんで。あー、え、見ないからね。あー、オッケー。で、脂肪吸引って言ったらいいの？でもすごい痛いもん。すごいすごい、本当に幸せ。すごい痛い。すごい痛いけど、来年の夏は腕だけは富士山に負けない。本当にありがとうございます。超細いもんね。マリコさんの絵なんか超変わったもん。そうそう。そういうじゃんみたいな。そういうじゃんみたいな。今までここパフってなんぼ。それお釜だからね。お釜がいるやつ。お釜が固まったやつだから。どうしたどうした。どうした。今もキャミタイプなもんね。すごい。すごいよね。これが全く上がらない状態のマリコの写真があるのでご覧ください。こちらです。大ちゃんは大ちゃんは大ちゃんチャンネルよ。やっぱポップアップやったこと。あれ、1周年経った YouTube。 YouTube は1月7日が。そっか、もうすぐ1年、もうすぐ1年。聖大君、ちゃんと覚えてんの？どう1年やってみて、聖大君は。まあ、いろいろありました。一番大ちゃんに怒られたことって何だったの？一番怒られたのは…うん、え、これ出せないやつ。今日のテーマは？今日のテーマは、2022年、やらかしちゃったエピソードを皆さんから募集しました。あ、なるほど、なるほど。いやーね、もう楽しいことだけじゃないよ。いろんな辛いこと、苦しいこと、嫌なことあったと思うんだけども、それを面白おかしく振り返って、来年に備えようという企画でございます。はい、わかりました。お立ち上げです。ん？何て言ったっけ？お立ち上げ。お立ち上げ。あんた何て言ったっけ？え？今日のテーマ聞いてなかったよ。という企画でございます。はい、わかりました。はい、わかりました。はい、わかりました。大ちゃんチャンネル、皆さんお寄せくださって本当にありがとうございます。ラブラブラブ2000。いただきますよ。インスタのストーリーズで募集しました。恐竜なんだけど私ね、これ本当に買いな。これビビるよ。行くわ。はい、どうぞ。彼氏に LINE したと勘違いして男性の上司に起きてるって送っちゃった。かわいい。上司もさ、上司も起きてるよ。なんかセクシーだね。一回大作って言ってそうだ。わかる、わかる。ドキドキしちゃう。ドキドキしちゃうね。あるあるだよね。そんなことはありますね、送り間違いです。たまにあるよね、なんか仕事の人でもひろみさんって送ろうとしたのにひろみだけ来た人とか。え、待って待って待って、何言っとくと。ひろみって来たから何言っとくと。ごめんなさい、忙しいでした。Gmail に保存しておくと時々勝手に送っちゃうことない。そんなことしたことないから。わかりました。大ちゃんチャンネル。モールで買い物中にガタイのいい人にぶつかっちゃって、ね、本気で謝ったらマネキンでした。ごめんなさい、ごめんなさい。ある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 。それある、それある、それある。肩幅ある人のあるあるなんだけど、電車に座ってて隣に来るんだけど、いやいや当たるって距離感見せるのみんな。え、もうちょっと出てるよ。もうちょっと出てるから、パーンってポンって当たるの。いやいやいや、ねえさと思って。この間一緒に電車乗ってた時に3席ある席あるじゃん、うん、あそこで真ん中だけ空いてるの、うん、真ん中だけ空いてる時ってちょっと狭いじゃん。わかる。まず座らないじゃん、うん、真っ先に座るのよ、みんなでグッて行くから。明らかに迷惑なのに。ごめんなさい。ごめんなさい。変わらず二度とならないな。
私でもさ、一昨日かな、まあまあ混んでる電車だったからこうやってさ、わーわーしてるんだけど、私傘を持って、いただいたバッグも持って、リュックも持ってたから、ちょっと隣の姉さんになんか当たっちゃったんだろうね、うん、胸かどうか知らないけど、そしたらなんかはぁみたいな顔されたわけ。え、マジでここで時間に間違えられるのはマジで無理と思ってたから、はぁ無理、熱いって言ってみたいな。だったら大丈夫だった。使ってみんな。ごめん。やめてよ。はい、行きますよ。仕事中にネットショッピングをしてて、ペイペイ払いしたら車内にペイペイの鳴り響いちゃった。すぐわかるよね。すごいですね。これ深見さんですかね。病んでる時の出張先スペインでロエベのアウトレット 50% オフ安いって言って買った750万。ケーキは好景気、好景気、好景気。今年最高額何買った？じゃあマリコ最後にしよう。え、待って待って。私から発表していい？うん、すごいリアルガチでヒロミと深見の誕生日プレゼント。あー、マリコ多分ディオールのコートの100万ぐらい。あー、リアル。あれを忘れちゃった、ケリーだ、忘れちゃった、ケリー。いけない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 。オーストレッチのケリー200、300万弱。300万弱くらい。もうこの後誰も何も言えない。好景気。違う違う、ヒロミちゃん、ヒロミちゃん、ほんまない。ヒロミちゃん、ほんまない。シャネルのピアスで50万くらい。まあね、まあね、リアルね。この後ね、ちょこ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 買わない。私、年2回ぐらいで買いました。この後、ちょこ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 、結局、エクスでしょ。どうなの？大丈夫。絶対カットした。でも、ビーバー2人の思うよ。いや、よくない、よくない。世界は、カットしないで。カットで使って。丸ごとカットして。私カルティエ、カルティエでお友達の誕生日、大志の誕生日、マヒコの誕生日、なぜか深見ちゃんが便乗した誕生日プレゼント、この4つ。総額いくら？一気に買ってるから360ぐらい。おー、待って、この4人で今年最高額使ったもの合わせると1000万超えるね。そうだよ、すごいよね。でもね、冷静に考えて私だけ自分のものじゃない。大丈夫。大ちゃんチャンネル、いきます。警察学校の新入生の靴の販売で、やだ、楽しそう。これ痛いね。可愛い子、可愛い子いっぱいやる。絶対やるよ。こんなんよ、こんなんよ、こんなんよ。受験番号を聞いて渡すんだって。うん、なんだけど、うっかり間違えて電話番号教えてください。可愛い。痛いじゃない。それ間違え。これは正解。これは正解。それは正解。健康診断で行った歯医者で奥歯が1本前後ひっくり返ってるよって言われた。あ、僕もそう。親知らずってさ、普通さ、こう生えたりこう下に生えたりするじゃん、うん、私の奥歯は後ろ向いて生えてる。へー。しかも平成生まれあるあるなんですが、下の歯は親知らずない。最近の子たちないんだよね。あった、4本全部あります。私も4。え、私昭和だけどね。へー。昭和だけどない。ないの？いやいやいや、だって、あの、知らないうちに撮ってたでしょ。何かんなぁ。新幹線で自分が予約した席に別の方が座って、ああ、よくある話よ。ドラマか映画なのか動画を見ていて大号泣されていたので、ちょっと申し訳ないなと思いながらも、まあ、席が多分違いますってお伝えしました。そしたら席を勘違いした方は私でした。あ、でもいい子ね、あるある。こんだけなったもんね。ごめん。向こう、かわいそう。なんすか、あ、なんか泣いててすいません。って言ってたら、いや、お前が違う。かわいそう。邪魔だけじゃダメよ。大ちゃんチャンネル、アプリで初顔合わせ、ダウンタイムの顔でオンラインデートしようとしたらブロックされました。それはやめろ。それは、それはあんたかわいそう。あんたはあんたかわいそう。それダウンペンで顔分からせる。そう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 。無理よ、無理。はい、行きますよ。お札を入れるところに500円玉貯金を全部入れてしまって ATM を壊しちゃいました。私そういうことやりがちな。私もわかる。ちさこさんが駆けつけてる。私そういうことやる。わかるわかる。そういうこと考えてるね。マリコ様はやりそう。そうやっちゃう。ピリコ、なんか動かないんだけどこれ。やりがち。親戚に不幸があり、
集まっていたら最長老90歳の、おばあちゃまが、私もそろそろ行きますなんて言うので、おばあさん大丈夫です、長生きしてと伝えたら、ゆっくり歩いて帰るという意味です。おばあさん帰ったと親戚中にクソ怒られちゃった。どうぞ行ってください。抜くの字が違ったので、帰るだけですよ。おもろい、なしても面白い。キレッキレよ。大ちゃんチャンネル。本屋さんで大学生の息子を発見しました。いたずら心でピザカックンをしたら大成功。振り返ったら顔は赤の他人でした、ね。かわいい。かわいい。かわいい。でも結構かわいいお母さんだね。マックンイエーイって言われた。めっちゃ男目立つ。まあ全然マックじゃない。でも僕結構あるある。膝かっくんはないけど、あ久しぶり、あ違う。目丸いのに私メガネもかけないし、コンタクトもしないじゃん。だから結構あ やりがちよ。私さ、ジョージのそっくりさえ見せ3回かけてたんだよ。ジョージどこにでもいるから。あのジョージ背高いじゃん、でピンクじゃん、それでちょっとメイクさんとかしゃれてるじゃん。まあジョージだと思うわけ。ジョージって言ってたら全然違う人なの。もうお友達じゃない。もう多分ほぼ友達。でも向こうも分かってると思う、ジョージって人がいるんだろうなって。大ちゃんチャンネル。ゆみちゃん、かみちゃんに会えて目の前で泣いてしまいました。きっと泣く女嫌いですよね。全然なんかごめんって思っちゃう。あ、逆にね。そう、あ確かに、どうしたどうしたどうしたみたいな。ひろみくよみに会って泣くって何があったんだろう。分かるの、気持ち分かるよ。尊い、全然分かんない。でも気持ち悪いって言われるだろうなと思うから。言わねえよ、そんなに。ひろみくよ、本当にすっごい可愛い可愛いって思ってるの。我慢してるね。とにかくひろみくの友の会じゃん。秘密ではない。フォロワーさんとかに今日のひろみちゃんが可愛いみたいなのが分かるとか DM 交換とかしてて、だいちゃんが今もうすぐテレビですとかいうのはハートにタップ。あえてよ、全部ねえ、いない。それも書いていない。すごい嫌だろ、周りがどんどん友の会になってくるのに全然喧嘩になってない。なってる。なんか今ライブ中に喧嘩してますが、もう大変です。見に行かなきゃ。すぐ見に行く、すぐ見に行く。大ちゃんにもテレビ出ますよ。そういうと…来た。何とんでもエピソード。彼氏が双子です。兄との区別がつかない。最低。ダメ。それは全然ダメです。どうする、いい加減にしてよ。彼氏がさ、ひろみちゃんとひろみちゃんって言ってた。全然嫌。いやいや、おいしくねえよ。それはダメだよ。違うパターンのやつバージョンが見れるわけ。ここで言うんだったらさ、なんかマッチョなひろみちゃんと付き合ってたら、もし痩せたらこんな感じとか、もし彼氏が…まあね、まあなるほど。もし彼氏が言われかったら、言わないだろ、そんなに。彼氏ちゃん。そう、2回楽しいね。大ちゃんチャンネル。リファールの電気ポットをガスコンロで火をつけてしまい、どかしました。気持ちはわかる。急いでたんだろうね。気持ちはわかる。気持ちはわかる。僕一回クレンジングじゃない、歯磨き粉で顔洗ってた。あ、でもそういうやつだよね。スースーすんだよね。あれ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 、すっごいスースーすんだよ。なんでないの。トリートメント流さないでお風呂出るとかない。ないですね。え、ないの。え、あるんですよ。僕ないです。ないよね。私もそんなの全然。全然あるんだけど。日常的だよね。ね。うん。ひろみちゃんに旅行行った時になんかスキンケアとか 何を持ってきてなかったの。全部使っていいよって出してくれてたのね。でデラメールのクリームが2指分ぐらいで、まあ多分旅行で捨てて帰るのかなぐらいのがなかったのね。私何を間違えたのか、もう1個あるだろうって何か勘違いしちゃって使い切ってたよ、ね、全部使っちゃうんだけど一回壊せそうじゃん。やっぱりいいわって思ってドゥルドゥルにあったのじゃない。あれ小指の爪でしょ。だってこうやってこうやってこうやって使うのよ。こうやってこうやってこんぐらいですから、こんぐらいですから。はい、ということで2022年も皆さんありがとうございました。たくさん楽しいことあったと思います。2023年も楽しい一年にしていきましょう。大ちゃんチャンネル、ビーハッピー。バイバーイ。みんなありがとう。良いお年を。良いお年を。あ、スイダ君最後の一言どうぞ。良いお年を。パワハラっぽいんだよ。そんなことないよね、楽しいよね。内容証明の書き方してたいです。はい、お話があります。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。